これは2021年現在の Google マップです。ここには福島県いわき市の泉駅から小名浜駅までを結ぶ福島臨海鉄道本線が存在しています。福島臨海鉄道本線は現在貨物専用線ですが、かつては旅客営業も行っていました。また小名浜駅は現在の位置より東側にありました。しかし旅客営業については1972年昭和47年に廃止となっています。また東側にあった小名浜駅は2011年の東日本大震災の津波に襲われ壊滅的な被害を受け、現在の位置に移転しています。今回は旅客営業をしていた頃の福島臨海鉄道本線を飛んでみたいと思います。泉駅です。宮下駅です。右側が現在の小名浜駅です。移転前の小名浜駅です。車両庫のある駅ですから大きな敷地です。右側には小名浜港が見えます。福島臨海鉄道線キハ101を走らせてみます。現在のリアルな世界ではこの敷地にイオンモールが建っています。走っている Google Earth の 3D 世界は少し古い世界です。福島臨海鉄道線でした。